ファッションとは、ある時点において、広く行われているスタイルや、風習のことである。特に、人々の間で流行している服装を指すが、予想に関係する、送信具、美容、香水などもファッションの範疇である。さらに講義には、音楽などの文化やライフスタイルまでをも包括しうる。ファッショナブルや、オシャレといった表現は、ある人やものが、最新の、もしくは最新ではなくとも、 評判の良い様式に沿っているか否かを指し示すのに用いられる。一般に人は地理条件、性別、年齢、社会階層職業、思想や思考等を反映した服装を着用。服飾の流行は全世界的に見られるが、法律や宗教、道徳等による服装規範が相対的に緩く、服装の選択肢も広い現代の西洋的な市民社会においては、 その変動は特に激しく、またそれらの流行を利用した医療品産業が巨大産業を形成している。最新のファッションに盲目的に追随する人はファッショニスタとかファッション中毒等と呼ばれる。また、ロランバルトによれば様々なファッションを着て見せびらかすという鋭意の体験は様々なファッション文をファッションの文法を用いて組み合わせるファッション言語ともみなせる。 流行したファッションの中には、以後も完全に一つのスタイルとして定着するものもある。一方で、衣服は着用者の美意識をそのまま表すものであり、個性を示す手段ともなっている。着用する衣服は他者からの第一印象を決定づけるものであり、これを利用して他者に自らの望むイメージを印象づけることも行われる。この流行への追随と個性の強調は、 本質的に対立するが、どちらもファッションの根幹をなす重要な概念である。マリー・アントワネットは、ファッションリーダーであった清掃した、ニュルンベルクの、ブルジョア女性とベネツィア女性とを対比させた、アルブレヒト・デューラーのドローイング。チョピンが、ベネツィア女性の背を高く見せている。ジェームズ・ギルレー、ファッションを、追う、当時流行だった短いボディスを着た富裕層の女性と、 それを真似たした町の女性を風刺している西洋の衣服の歴史については洋服の歴史を参照。フランスのファッションも参照頻繁に変化するファッションという西洋の現象は害して古代には見られなかったし他の大文明でも数十年前まではあまり類を見ないものであった。ペルシアトルコ、日本、中国などへ旅した初期の西洋人旅行家たちは現地のファッションの変化のなさを しばしば報告したし、逆にそれらの多文化圏から西洋に来た観察者は、西洋ファッションのメフンシーペースでの変化を、西洋文化の不安定さと無秩序さの現れではないかと報告していた。日本の西洋大将軍の老中は1609年に、スペイン人の来訪者に、日本の衣服は千年以上もの間変化していないと語った。しかしながら、例えば中国の民では、 感服に頻繁に変化するファッションが存在したとする注目に値する証拠がある。古代、ローマや中世イスラム帝国などでのように、経済、社会的な変革に伴って予想位に変化が起こることはしばしばあるが、その後は長きにわたって大きな変化は起きなかった。例えば、ムーア人時代のスペインでは8世紀に巧妙な音楽家ジアブが、 出身地であるバグダードの風習と自身の創意により、季節と時間帯に応じた洗練された衣服スタイルをコレドバに導入した。同様のファッションの変化は11世紀の中東でも、進出してきたトゥルクによって、中央アジアと極東の衣服スタイルが導入されて、起こった。ヨーロッパで、スタイルが連続的、加速度的に変化していく慣習が始まったのは14世紀、中頃であると、 かなりはっきりしており、ジェームズ・レイバーやフェルナン・ブローデルなどの歴史家が、この時期を西洋の服飾ファッションの始まりとしている。これを示す最も劇的な変化は、男性の上着が突然に大幅に短く、タイトになったことで、ふくらはぎまであったものがかろうじて尻を覆うだけのものとなり、また同時に胸を大きく見せる詰め物もすることがあった。これによって、 西洋男性が仕立てた上着をレギンス、またはズボンの上に着るという外形が生み出された。15世紀にはファッションの変化するペースは大きく加速し、男性、女性のファッション、特に衣服と髪型はどちらも等しく複雑かつ移り変わるものとなった。このおかげで美術史屋は図像の年代を高い信頼度と精度で特定できるようになり、 15世紀の図像の場合では5年単位での特定もしばしば可能となった。ファッションの変化はまず、ヨーロッパの上流階級全体が非常に似通った衣服のスタイルをしていたのを細分化させ、各国は独自のスタイルを発展させるようになり、17から18世紀には、それに逆行して、再び類似したスタイルを強いる動きが現れ、最終的には、フランスのアンシャンレジームのファッションが、 支配的となった。通常は富裕層がファッションを先導したが、近世ヨーロッパの富の増大によりブルジョワジーや農民までさえも流行を追うようになり、時としてはエリート階級が不快に感じる水準にまで至った。ブローデルは、これがファッションを変化させる主要な動機の一つと考えていた。16世紀のドイツもしくは、 イタリアの紳士の肖像画が10枚あれば10個の全く違った帽子が描かれているであろう。この時期は国ごとの違いが最も顕著であり、これはアルブレヒト・デューラーが15世紀末にニュルンベルクとベネツィアのファッションを対比させた記録にも現れている。16世紀末のスパニッシュスタイルはヨーロッパの上流階級でのファッションの強磁性への回帰の始まりとなり、 17世紀中央の葛藤の後、フランスのスタイルが決定的に指導的位置を占め、18世紀にはこの過程は完結した。布地の色と模様は年を追って変化したが、紳士のが哀悼の立ち方やベストの丈、淑女のドレスを裁断するときの型などの変化はより、ゆっくりとしていた。男性のファッションは主に軍装から派生しており、西洋男性のシルエットの変化は、 ヨーロッパうちのセニッで紳士将校たちが異国のスタイルを目にすることによって刺激を受けていた。スティーンカークのクラバットもしくはネクタイがその一例である。1780年代には最新のパリのスタイルを伝えるフランスの版画出版の増加によりファッションの変化が加速した。ただし16世紀にはすでに見本として着飾った人形がフランスから流通していたし、 1620年代以降はアブラハムボスがファッション版画を制作していた。1800年までにはすべての西ヨーロッパ人たちは同じような装いをするようになっていた。地域的なバリエーションはまずは地方文化の形跡、後には古風な田舎者の楽園とみなされるようになった。19世紀前半にはジョージ・ブライアン・ブラン・メルラによってダンディズムが確立し、 以後の紳士服の素形が形作られた。一方、紳士服においては、寄生服が富裕層を除いて広まり始めた。1840年代にはイギリスにおいて、紳士用の寄生服市場が急拡大し、アメリカもそれに続いた。下手屋や裁縫師たちが多くの革新に関与してきたことは間違いないし、織物産業も確かに数多くの流行を先導したが、 ファッションデザインの歴史が始まったとされるのは1858年、イギリス出身のシャルル・フレデリック・ウォルトが最初のオートクチュール店をパリに開いた日である。ウォルトはデザイナーによる季節ごとの新デザイン提案、ファッションモデルの起用とファッションショーの開催を行い、現代のファッションシステムの構築とプロのデザイナーの主導的地位をもたらした。19世紀後半から20世紀前半にかけては、 紳士服の変化が停滞したのに対し、婦人服は大きく変動した。19世紀までの婦人ファッションは、コルセットなどで体を細く締め上げるものが主流であったが、1906年にポール・ポワレが、コルセット不要のドレスを発表した後、第一次世界大戦下の総力戦体制によって、婦人の社会参加が進んだことで、活動的、機能的なファッションが支持を得て、大戦後には、 コルセットは完全に消滅した。ウォルト以来ファッションの中核は長らくオートクチュールが担ってきたが、1960年代に入ると高級寄生服であるプレタポルテが登場し、オートクチュールに代わってファッションの中核となった。また1950年代から1960年代にかけてジーンズやミニスカートに代表されるストリートファッションが登場し、 急速に台頭して一つの大きな潮流となった。2008年、ロサンゼルスファッションウィークのランウェイー,ショー20世紀後半に入り、一般大衆の経済力が向上するに伴い、ファッションは上流階級が独占する小さな市場から大衆の参加する巨大市場へと変貌した。これによって、規制服を生産するアパレル産業がファッション産業への参入を行い、 また価値観の多様化が起きて様々なファッションが並存するようになった。現代ではファッションは大きな産業となっている。代償様々なブランドが次々に新しい様式の服飾を提案し、絶えず流行を創出することで消費者の購買意欲を促進している。ファッションモデルによる華やかなファッションショーも行われ、成功したファッションデザイナーやモデルは名声と富を獲得し、 関連製品の販売促進のためファッション写真、ファッション雑誌も盛んである。特にファッションの都と呼ばれる世界的なファッションの中心地ではファッションウィークが開催され、デザイナーたちは監修に新作の衣装コレクションを発表する。ロンドンパルミラのニューヨーク、東京は多くの大ファッション企業やブランドの本拠地となっており、世界のファッションに多大な影響力を持っている。 パリを中心としたファッションの世界では、サンディカと呼ばれる、パリの高級服専門の組合に所属している、店の作る特注のオートクチュールや、有名デザイナーがデザインする、既製服である、プレタポルテのファッションショーが行われる。パリで1月と7月に開催されている、オートクチュールコレクションは、サンディカに所属するメンバーと、その他の少数のメゾンにしか発表が許されていない。 ファッションショーである。またプレタポルテは日本語でコレクションと呼ばれるファッションショーがあり、2月から4月、9月から12月までの間に東京、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリの順で開催されている。90年代初頭、アート色の強い日常離れした服に対して、一般的に普段にとして着られるような服、リアルクローズをデザインする動きが高まった。これは、 それまでデザイナーが作ってきた流行ではなく人間が着ているだろう服を想定しより消費者に近いファッションの発信をしようとするものであるこの動きは2000年頃からはファストファッションとも結びつき H&M やザラなどの世界的な医療品チェーン企業が勃興している一方高級ブランドにおいては巨大企業化が進みフランスの LVMH スイスのリシュモン、フランスのケリングの3社が突出した大企業となっているものの独立系のブランドも多く残存している。日本においては1927年9月21日に当時の銀座三越において日本国内初のファッションショーが開催された。これは着物のショーであり一般からデザインを募ったファッションショーでもあった。1953年には 当時ヨーロッパで流星を極めたファッションデザイナーのクリスチャンディオールが来日し、海外ファッションの導入が始まった。当時の洋服は基本的に注文品でオーダー服を基軸にしたオートクチュールだったが、日本国内では繊維不況の煽りを受け、そのような最新ファッションは大衆の手に入りにくいものとなっていた。1958年には同じくピエール・カルダンが来日。 量産のプレタポルテの時代の到来を告げる。当時、オーダー服と量産規制服の占める割合は7対3程度にまでなりつつあった。この後、1960年代以降から医療の大量消費の時代が始まることになる。1975年頃よりニュートラが全国的に流行。これにより、海外高級ブランドユーザーの大衆化やセレクトショップのブーム、 ファッション誌のモデル大量起用など時代の転換運転となった。2000年代に入ると高級ブランドが体調の傾向を示す一方、海外のファストファッション企業が相次いで進出し低価格化が進んだ。ガゼットデュボントンのファッションが2006年のファッション写真ファッションジャーナリズムはファッションの重要な一部分である。編集者による批評や解説が雑誌、新聞、テレビ、 ファッションサイト、SNS、ファッションブログなどで行われている。また、ブログなどを通じて世間に影響力を及ぼすブロガーをインフルエンサーと呼ぶ。20世紀初頭からファッション雑誌は写真やイラストレーションを盛り込み始め、以前よりも一層強い影響力を持つようになった。世界中の都市でこれらの雑誌は大人気となり、一般人の思考に深い影響を及ぼした。 最新のファッション飛び用の変化を伝える出版物のために才能あるイラストレーターたちが宣伝されたファッション画を描いた。こうした雑誌のうちで最も有名なのはおそらくルュシアン・ボージェルが1912年に創刊し戦時中を除き1925年まで定期的に刊行されたガゼット・デュ・ボンドンであろう。1892年にアメリカ合衆国で創刊されたボーグは 現れては消えていった無数のファッション雑誌の中で最も長続きし最も成功したものである。第二次世界大戦終結後の経済的繁栄と、そして何より1960年代の安価なカラー印刷の出現によって、具紙は爆発的に部数を伸ばし、また主流の女性雑誌でもファッションを大きく取り上げるようになった。1990年代には、 男性雑誌もこれに続いた。オートクチュールのデザイナーは、プレタポルテと香水を扱い始めることでこの流れに乗り、これらは雑誌で大々的に宣言され、現在では本来の服飾ビジネスを愛称化する結果となっている。テレビでは1950年代にファッションの小特集が組まれるようになった。1960から70年代には様々な娯楽番組で、 ファッションのコーナーがより頻繁に流されるようになり、1980年代にはファッションテレビジョン、ファッション通信のようなファッション専門の番組も出現した。テレビや近年のファッションブログなどのインターネットによる露出の増大をよそに、ファッション産業の視点からは出版物による露出は最も重要な広告形態であり続けている。ファッション編集者のシャロン・マクレランは、 こう語っているファッション界にはテレビ、雑誌、ブログが消費者に何を着るべきかを命令しているのだという誤解があります。しかし、ほとんどのトレンドはターゲット層を調査してからリリースされています。したがって、あなたがメディアで目にするものは人々の間で人気のあるアイデアを調査した結果なのです。本質的にファッションというのは人々がアイデアを キャッチボールする営みなのです。他のアート形式も皆なそうであるように、ファッション産業では、映画産業や音楽産業でのようには、知的財産権は施行されていない。他の誰かのデザインからインスパイアされるという栄誉は、ファッション産業が衣服の流行を作り出す能力に貢献している。新しい流行を作り出すことで消費者に衣服を買う、よう誘い込むことはこの産業の成功の鍵となる。 要素である。流行を作り出すプロセスを妨げる知的財産権はこの観点からは非生産的なものとなる。その一方で新しいアイデアやユニークなデザインやデザインのディテールなどを大きな企業があからさまに表説するのは数多くの小規模な独立したデザイン会社を破綻させている原因であるともしばしば議論される。デザイン性の高いファッションアイテムを安価で 購入できるのは消費者にとっては望ましいことのように思われるがトレンド発信源であるデザイナーに十分な報酬が行き渡らなくなり結果としてファッション業界が衰退してしまうという恐れがあるニューヨーク州では米ファッションデザイナー協議会などがファストファッション企業の行為を差し止めデザイン保護が認められる要州政府に働きかけている現在のファッション産業において フォートファッションの関連性が高まっている。2005年に世界知的所有権機関は協議会を開き、中小企業を保護し、織物、服飾産業内での競争を促進させるため、ファッション業界での知的財産権のより厳密な思考を求めた。総演唱文化出版局、総演、編集部総演唱係ファッション対象株式会社、 オンワード、カシヤマ財団法人日本ファッション、協会有限責任中間法人日本、ファッションウィーク推進機構新人デザイナーファッション、対象実行委員会ファッション甲子園、ファッション甲子園実行委員会着物、作品コンテスト社団法人日本は祭司会、ファッションクリエイター、新人賞国際コンクール財団法人日本ファッション、教育振興協会毎日、 ファッション対象株式会社毎日新聞社、ベストドレッサー商社団法人日本、メンズファッション協会ベストジーニストアワード、日本ジーンズ協議会。ありがとうございます。